ラグーザ県は、イタリア共和国シチリア州に属する県の一つ。県とはラグーザ。法制上の位置づけは、2015年に、従来の県から、コムーネ自治組合に移行した。イタリア語版ウィキペディア等では廃止された、プロビンシアディラグーザと新設された、リベロ・コンソルツィオ・コムーノリーディラグーザが別項目になっているが、便宜上双方を、ラグーザ県として、本校で扱う。 標準イタリア語以外では以下の名称を持つ。シチリア島南部に位置する県で南西に地中海に面する。東をシラクーザ県、北をカターニア県、北西をカルタニセッタ県と接する。県とラグーザは県域中部の内陸に位置し、カターニアから南南西へ約 72km カルタニセッタから南東へ。 約8 6トルアグリジェントから東南東へ約1 1 1トル、州都パレルモから南東へ約1 7 9キロメートルの距離にある。2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口2万人以上の都市は以下の通り、ラグーザ県には12のコミューネが属する。左端の数字は ISTAT コードを示す。 人口は2011年1月1日現在。面積は2001年のデータで、単位は、経平方メートル。県内には、以下の世界遺産がある。バルディノートの後期バロック様式の町々には、シチリア島東南部の8つの町が指定されており、ラグーザ県の町では、県と、ラグーザ、シクリが含まれている。ありがとうございます。